みなさんどうもこんにちは、ヒカクです。本日は U フットボールアプリタレントデザイン比較第3弾、通常黒玉サイドバックやっていきたいなと思います。最近ですね、この動画作るの楽しすぎてめちゃめちゃテンション上がってるんですけど、本日は黒玉サイドバックやっていきたいなと思います。で、正直ですね、サイドバックに関しては本登録じゃないキミッキ、ジョレンテ、マルキーノス、アラバなどたくさん優秀な選手いるんですけど、今回はですね、あくまで本登録サイドバックの選手ということで、ユカエルナンデス、アーノルド、トミアス、カンセロ、アスピリクエタ、カルバハル、ロバートソン、ワンビサカ、パバール、この選手紹介していきますので、気になる選手だけでも見ていってください。で、あとはですね、僕らの中でのおすすめはこの選手たちになるんですけど、他にもまだまだおすすめの選手いると思いますので、そういった選手いたらぜひコメント欄に書き込んでください。コメントも含めて有益な参考になる動画ができたらすごく嬉しいので、コメント、高評価、チャンネル登録たくさん残していってください。ということで、いつも通りの注意事項なんですけど、まあタレントデザインに正解はありませんよっていうのと、チームスタイル適正に関しては自分の使ってるものを優先して微調整していただきたいなと思いますので、この2点だけは理解していただいた上で、ぜひ最後まで楽しんでいってください。では行きましょう、レッツゴー。はい、まず一発目はですね、まあこの選手でしょう。みんなが分かってたと思うんですけど、今作ぶっ壊れと言われてるディフェンダーの一人、ユカエルナンデスでございます。まあリュカに関しては正直今作だと獲得必須級の化け物だと思ってますね。まあ初期値が安定してる上に、なんとタレントポイント68ありますから、初期値が良くてタレントポイントが多い、もう鬼に金棒、新垣にセーラー服ですよ。マジで欠点はコンディションの波が普通ぐらいで、他のクオリティがとんでもない選手ですよね。で、まあせっかくなので、またねサイドバックのパラメーターの振り方みたいな簡単にやっていきたいなと思うんですけど、まあ基本的にはですね、センターバックと同じディフェンダーなので、脚力、エアバトル、ディフェンスが中心になるんですけど、特にですねサイドバックにおいて大事なのはこの脚力のステータスになりますね。で、ここを上げると何が起きるかっていうと、はい、スピードとキック力とスタミナが上がってくるんですけど、やっぱこのスピードとスタミナですよね。サイドバックにとってはここすごく大事になってきますので、この2つが同時に上げられる脚力、最高なんですよね。まあなので特にですね、脚力が重要視されるんですけど、まあこの3つと、あとはですね、攻撃的サイドバックとか、クロスサー、インナーラップサイドバックみたいに、ガンガンですね、攻撃参加するプレースタイルに関しては、このあたりですよね。パス、ドリブル、クイックネス。ここをしっかり強化するのも大事なので、あとはサイドバックのタイプによって考えていただくといいんじゃないかなと思ってますね。ということで、早速ですね、リュカエルナンデスやっていくんですけど、まあリュカに関してはプレースタイル、守備的サイドバックなので、まずはここですよね。脚力。そしてエアバトル、ディフェンス、ここを4つ上げていただいて、まあでも4つ上げただけじゃまだまだタレントポイント余ってるので、もうがっつり強化しちゃいますよ。いきますよ、ボン。これですね、僕は実際に使ってるルカもここまで脚力とディフェンス上げてるんですけど、これ12ずつ上げることによってディフェンス能力は全て90乗ってきますし、スタミナもですね85乗りますので、ここまでは結構上げちゃってもいいんじゃないかなって思ってますね。で、ここからは微調整なので、例えばですね、ロングカウンターでも使えるようにここにロングカウンター4振ってあげたりするのもありなんですけど、まあ一旦ですねショートカウンター前提で言うと、僕はクイックネスを7上げして、あとはエアバトルを4から6にしてますね。こうするとぴったり68になるんですけど、まあこうすることによってこの辺りの数値が軒並み80乗ってきますので、非常に安定感増してくるんですよね。いやー、でも改めてこれ能力やばくないっすか。もちろん左サイドバックで使うのもありなんですけど、真ん中のセンターバック無印で使うのも全然ありだと思いますので、このリュカエルなんですわ、半端ないって。絶対に育成しましょう。さあ、お次はですね、ちょっと変わったタイプになるんですけど、アーノルド選手ですね。今作からですね、クロスになってるので、ちょっとここは賛否両論ありそうですけど、今作クロス強すぎる問題あるので、そう考えると、かなり環境に適した選手なんじゃないかなって思ってますね。まあ、初期値からパスがとにかくいいので、このあたりをがっつり強化しつつ、あとはディフェンス能力なんかもしっかり底上げしてますね。まあ、もっとですね、パス、ドリブル、シュートに振っちゃってもいいかなと思ったんですけど、まあ、サイドバックとして使うのであれば、ディフェンス能力もこのぐらいは最低限欲しいかなと思ったので、はい、こんな感じにしてみました。まあ例えばですね、もうちょいスピードを高めたいのであれば、エアバトルをこれ捨てちゃって、クイックネスを6に上げれば、まあ瞬発はですね80乗ってくるので、まあこういう形もありだとは思いますね。まあただね、4まではね効率よく強化できますので、まあ僕はこの最後の4に関してはエアバトルに振っちゃってるって感じですかね。まあクロスを多用する方にとってはこのアーノルド必須選手になってくると思いますので、まあ間違いなく注目選手
ちの一人ですよね。さあどんどん行きましょう。次はジョアン・カンセロ選手。カンセロもですね、人気のサイドバックの一人なんですけど、まあプレースタイルがインナーラップサイドバックなのと、あとは適正ポジションですよね。両サイドバックできる上に両サイドハーフ CMF までできますので、このユーティリティ性っていうのもカンセロの大きな特徴になってきますよね。まあプレースタイルがインナーラップサイドバックということで、かなりですね攻撃参加してくるんですけど、まあスキルでダブルタッチもありますし、サイドバックから攻撃を組み立てたい方にはすごくおすすめの選手ですね。まあ逆に言うとちょっと守備的なスキルが少ないので、このあたりはちょっと気になってきますかね。まあでカンセロはやっぱりサイドバックとしてはこれだけ足元の技術が元から高いので、ドリブルとパスを中心に強化していて、まあもっとね最初はディフェンス上げてたんですけど、言ってもね、例えばディフェンスを8とか上げても、まあそんな上がってこないんすよ。まあ、なのでディフェンスは5に留めつつ、ドリブルだったりとかパス長所をがっつり伸ばした形で育成してみましたね。まあ、あとはね最初にも言いましたけど、脚力すごく大事なので、脚力8上げしてスタミナは80に乗るようにしてみましたね。まあ、5バック使ってる方は右サイドバック起用でバチバチにはまると思いますので、ぜひ使ってみてください。さあここからはですね、攻撃的サイドバック2連続になるんですけど、まずはロバートソン選手。ウイレ時代から大人気の選手になるんですけど、今作でも安定の強さですね。豊富なですね守備的スキルにワンタッチパス持ち、初期値も結構高いので、まあバランスよく全体が優秀って形ですかね。でね、タレントデザインは正直めちゃくちゃ迷いましたね。まあもっとですねドリブルやパスに寄せちゃおうかなと思ったんですけど、ディフェンス能力だったりとかエアバトル最低限はこのくらい欲しいかなと思ったので、この形に落ち着きました。まあでもこれだけ守備できてね、パスも上手くてスタミナが何より93あって1試合走り切れますので、そう考えたら間違いなく強い選手ではあると思いますね。はい、ということで次行きましょう。さあお次はですね、チャンピオンズリーグ優勝チームレアルマドリードからカルバハル選手。いやカルバハルはね、ウイレ時代だとそこまで注目されてなかったんですけど、こう見るとですね安定感とてつもなくないですか。まあ大きな欠点がなく攻守こなせる安定感がありますので、サイドバックに攻撃も守備もバランスよく任せたい人は使ってみる価値は十分あるんじゃないかなって思ってますね。まあ初期からですね、もともとバランスいい能力値なので、タレントデザインもそれに合わせてクイックレスからディフェンスまで全部8振りして、余ったものをシュートやパスドリブルに振ってるって形ですかね。いやでもね本当にね、攻撃的サイドバックでこれだけバランスいい選手ってなかなか珍しいですし、コンディションも非常に安定してますので、攻撃的サイドバックの中であれば間違いなく最上位レベルの選手だと思いますね。はい、ということで次行きましょう。さあお次はですね、我らが日本からの登場、冨安選手。正直僕ね最初ね、日本人だからって理由で使い始めたんですけど、実際に育成するとガチでガチガチに強いんですよね。でしかもですね、右サイドバックだけではなくてセンターバックや中盤までできるので、こちらもユーティリティな選手として使えるんですよね。で冨安さんはなんといってもこのタレントポイント88ありますので、もう振り放題ですよ。もう今回ディフェンス18入れちゃって全部90乗せたんですけど、それでもまだまだタレントポイント余りますから、いやーやっぱタレントポイント多いって正義ですよね。で実際にですね、これが僕が使ってる方なんですけど、ディフェンスを18上げて全部90に乗せつつ、全体的にしっかり底上げしてる形のタレントデザインですかね。まあ、やっぱりね守備的サイドバックってこと考えると、まあディフェンス能力とあとは脚力を上げながら他を底上げしていく形が一番いいと思いますので、はい、この形に落ち着きましたね。まああとですね、微調整するのであれば、まあディフェンス能力ここまで上げるべきかって議論はあるんですよね。まあチームスタイル適正補正込みで、まあこのくらいで抑えつつ、残った10ポイントを例えばそうだな、脚力に振ってみて、エアバトルにさらに振ってみたりとか、まあこういう形もありだとは思いますね。まあただね、冨安選手に関してはコンディションの波が普通ということで、結構不調とかも引いたりするので、そう考えるとやっぱりディフェンス能力はここまでは乗せておきたいですかね。いやーでもこの性能でこの GP ですから、もうコスパぶっ壊れよ、地元の激安スーパーぐらいお得です。さあ次の紹介はですね、同じく守備的サイドバック、アスピリクエータ選手。この選手もですね、能力、ユーティリティ性、コスパもろもろ考慮すると相当レベル高いと思ってますね。まず右サイドバック登録なんですけど、センターバック、左サイドバックに本適性があるので、この3つに本適性があるってだけでやっぱり使いやすいですよね。しかも能力も結構優秀で、スキル面もね、守備的スキルだけじゃなくてワンパンも持ってますので、いやースピ
ピルクエタ強いですよね。正直星4とは思えない性能してると思います。まあ身長がそこまでないのと、空中戦エアバトルのところはちょっと不安なので、基本はですねサイドバック起用前提にはなると思うんですけど、こういう選手がいるとスカットの安定感がぐっと高まってくるんですよね。で実際ですね、まあこんな感じで育成してみたんですけど、ディエンス12振ればなんとボールダッシュアグレッシブネスが90乗って、ディエンスセンスも88まで上がってくるので、ディエンス能力とんでもないですよね。いやアスピリクエタ正直そんなにマークしてなかったんですけど、めちゃめちゃおすすめな選手の一人ですね。さあそして次もですね、守備的サイドバックパバール選手。パバールもですね割とアスピリクエタに似たユーティリティなタイプで、左サイドバックが薄い適性ではあるんですけど、その分中盤までできるユーティリティ性がありますね。でパバールはねとにかくバランスがいい。アスピリクエタと比較しても身長がパバールの方が高いのと、さっき言ったねアスピリクエタが苦手とするエアバトルの部分もパバールはしっかりとありますので、この安定感というのが守備的サイドバックの中でも随一なんですよね。まあ、なのでパバールに関してはディエンス能力に振りすぎずね、脚力やエアバトルも8上げして、フィジコン80乗せたりだったりとか、スピードやスタミナを85弱まで上げてますね。まあ中盤もできますし、いろんなポジションのバックアッパーとしてベンチに置いておくのもすごくいいと思いますね。はい、ということで次はラストの選手いきましょう。さあ最後の選手紹介しましょう。最後にしてコスパ最強選手の紹介です。その名もワンビサカ選手。いやワンビサカ強いよ。しかもね契約 GP43,000 ですから、これ富安選手と同じだし、アスピルケーターの半分ぐらいで獲得できるので、始めたばっかりの方とかであればワンビサカすごくおすすめですね。でワンビサカもですねプレースタイル守備的サイドバックなんですけど、かなりですね能力偏っていて、パスとかドリブルはすごく低いんですけど、その分このディフェンス能力とスピードが売りですね。特にですねこのボール出しとスピードに関してはサイドバックの中で最高峰の高さ持ってますよね。まあ、ちょっとですねディフェンスセンスが低いのが気になったので、ディフェンスセンスがチームスタイル適正補正込みで80乗るようにがっつり強化して、まあ守備的サイドバックなのでディフェンス関連数値を底上げしてる形ですね。まあこれだけスピードあれば裏抜けされても追いつけると思いますし、こういうタイプをねあのサイドバックに1人置いておくっていうのはすごく大事だと思いますので、 GP カツカツで困ってる方とかであれば、ぜひですね右サイドバックの先発として使ってあげてほしいなと思ってますね。はい、ということで今日はですねこんな感じでサイドバック紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。まあサイドバックに関してはですね、使ってるフォーメーションだったりとか自分のやりたいチームスタイルによって結構人生も変わってくるとは思うんですけど、今日紹介した選手使っていただければ、まあ間違いはないんじゃないかなとは思ってますね。今日も見ていただいてありがとうございました。次はどうしよっかな、2列目からの飛び出しとかやりたいなと思ってるんですけど、次の動画にも期待してチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今日も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。